まあ、先日買った iPhone14 なんですけど、まあ、カメラの機能とか、まあ、いろいろね、アップデートされたんですけどね、なんだろうな、自分が YouTube やってるから外で撮るときはいいんだけど、これ一般人使わへんよなって機能がモリモリになってて、かなりね、やっぱプロっていうのはクリエイターとかそういう向けなのかなと思って遊んでるんですよ。で、このケースね、発売初日に本当に iPhone14 のケースなのかなって、 iPhone 発売する1週間ぐらい前からねケース売ってたやつだったんだけど、まあ一応ついたもので使ってるんだけど、使いづらいのでねケース変えたんですよ。変えたっていうか今から開けるやつに変えるんです。届いたんですよ、また Amazon から。はい、あのね、 Amazon の検索でね一番上に出てくるんですね、米軍規格、マグセーフ対応。マグセーフ使わないんですけど、なんかもう見た目良さそうなケースあったなと思って。iPhone の、iPhone14 Pro って検索して、あのケースのね、レビューは微妙だったけど、あの、検索のランキング1位みたいな風に出てくるもんでね、どうなんだろうなみたいな。なんだこれ、なんだこれ、ボタン、こんなん見たことないよね、ケースでね。音量ボタン、素晴らしい旅でしょ。これなんかこういうやつ、こういうことか、こういうことか、素晴らしい旅をしよう。置いとくか、あれかな、 F2.8 とかだとちょっとぼやけちゃうかもしれない。外そうかな。あんまりね、使いやすいとか使いにくいというか、なんだろうな、こう、もう、カメラがとにかくこう、デメキンみたいに出ちゃってるもんで、なんか、よしあしあんのかなと思うけど、使いにくいよね。使いにくいんですよね。おぉ。あ、なんか見た目はね、ちょっとマットな質感ですね。マグセーフ対応してるからって言ってマグネットがね強いってわけじゃないんだ。また失敗したわこれ。まあつけようかな。なるほど。まあ、悪くないんだけどさ。この透明よりはね、こうツルツルしないから、こう触ってて使いやすいし、質感悪くないんですけど、ちょっと違うんだよね。このね、ツルツルはね、とにかくね、この iPhone14 になってから、こうやって撮ってると、もう落ちそうで危ないから、もうツルツルやめようと思ったんですよ。これはね、これはもうちょっとダメだと思って。ツルツルはもう、捨てます。はい、マグネットが常駐してるケースがいいんだよね。なんかこう質感悪くないし、なんかカメラね、カメラよりこのリブが出てるからカメラ守ってくれる感覚はあるんだけどな。まあ、いろいろごちゃごちゃ言ったんですけど、やっぱまあ3000ちょっとだなと思うと、まあいいんじゃないかなと思いますね。もう艶消しで滑りにくいし、マグセーフ使う人はね、マグセーフ充電できるし、まあいいんじゃないかなと。で、少しね、動画撮ったりとかしてあるんで、ちょっとアップロードしこうかなと思いますね。結構ね、こうやって追っかけて撮る時の動画とかは、やっぱり、なんか中身のスタビライザーが強いっていうの？きついっていうか強いもんで、手ブレがあんまりしずに、滑らかに撮れたなっていうのと、3倍とか、そのズームがね、結構使いやすいか使いにくいか微妙なんだけど、まあ、僕の中では使いやすいかなと思ったし、まあ動画撮るからさ、別に買って問題なかったけど、これまでいくとな、こう一般人はちょっと置いてきぼりな感じがあるよね。
何今の。手ぶれ補正効いてんのかな、俺。ありがとうございます。iPhone ね。うん。買ってね。うん。iPhone、ね。これ一番新しいやつ？一番超新しいやつ。十何万するでしょ？十何万ぐらいしたっけ。ねえ。なんかアソしか。モーターはロア？普通のあの G4。 この前さ、ちょっとこうゆっくりしたいじゃないですか、マイナス 30% ぐらい。あ、そのままですよ。あ、これ、あ、2倍でもね、全然価格がしてないですね、これ3倍。へえ、またこれがなんかね、公害な値段で、なかなか高級、高級感なんか豆粒みたいなネジがさ、1個500円するじゃん。2袋で1000円だからさ。あ、だから1袋で1000円なんですよ。2冊分履いて、それからラジテンで組んどる時落として、永遠に見つからんくて500円落としたんや。速攻で店買いに行ったら、うわ、値段が低くってなる。ドッキーと思って。もうネジが入ってるの。そう、これあれだね、車高調整とかするため。まあちょっと今のやつはもうちょっと形状が違うけど。